前回のカツグラ、さらなる改造を経て本当に金が無限になってしまったみたい。あまりにものアイテムの多さに仕分け金が耐えきれない。なんだこれ、すげえいいもんできたんだけど。さて、年末に向けて金の準備結構整ってきました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、もうあと1ヶ月ぐらいじゃない？だよね、あと1ヶ月ぐらいだよね。うわ、終わる、2021年終わっちゃうよこれ。みんないろいろ大丈夫？カズクラ、カズノコシ、大丈夫かって？多分大丈夫さ、今年はない。はい、というわけで、実はピングリントラップもね、マグさんと一緒にあの後やって、もうすげーいいもんになりました。はい、っていうか冬来てね、ボラの島冬来てんな、冬来てんな、これな、やるな。よく出た。さあ、いつもの、ちょっと最近仕入れしてなかったから仕入れしてこようかな。おや、おいい感じ溜まってんな、いい感じいい感じ。これもちょっと将来的になんとかせにゃいかん。あーと、さあというわけで、まあ火薬あるよ、うん、あるよ。で、火薬をさ、こうやってどんどん変えるだけの。マイクラってこういうゲームじゃんね。やっぱ年末カーニバルって、本来はカーニバルってイメージだよな。こうやって TNT を作ってみんなカーニバルする、ね、それが普通なんだけど、まだわりかし足りてない。ここに大量にあったんだ。だから今回ね、純度100の、危険な、作っていこうかと思いますので、はい、よろしくお願いします。だいぶ危険です今回。まあというわけで、オラ行ってくる。そのための準備物として木材がこうして、でこれだ。こんだけあればもう十分。金の人参を入れます。発酵した入れて、レッドストーン、よし、これで OK だ。あ、なんか一瞬今キツネが脱走してるように見えたんだけど、そんなはずはないか。空いてたとしても楽園みたいな場所だから、そんなことはないと思うんだけど、まあいいか。おー、当たった。水いってる？いや、キツネどっかいたような気したんだけどなー。あ出てたわ。あーしゃ、これで敵は湧かない。透明化すら必要ないぞ、ここまでいったら。あーしゃ、ではレッツトライ。怖いのでなんとなく、えい、透明です。さあというわけで早速やっていこうとするが、一番上は最後、あ、でもこんな綺麗になるんだ。で、待て、こっからやっていこうか。ちょっと待ってるよ、この状態でだ。ピッピッ、オッケー、大丈夫。こういうことなんだ、伝統的なこの2メーター以下の身長の低いモブだけを発生させようの回。こうすることで、あとは多分ね、クモさんぐらいしかわかんくなると思うんだ。ただ一つ言っとくと、地味な作業ではある。上からの水やだな、これもう。ちょっと切っとくね、これ。オーケー。っ、ちょっと待って、待って、なんか水枯れてんだけど。ちょっと待って、よろしくないやつこれ。え、透明人間だから大丈夫かっていう案はあるんだけど、大丈夫なのかな。危ないよね、ちょっと待って、危ないよね、だいぶ危ないよこれ。ちょっと待って、透明感もっと持ってくるわ、危ないわ。カズクラ、よーしよしよし、もうそっち動いてるんだけど、なんかあれ止めたと思って、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫だね。まあ、というわけで、この水流に耐えつつ頑張っていこうと思います。よーし、1段目まず完成。1段目、さあここからはもっと簡単です。この裏にこう貼るだけのお仕事です。簡単でしょー。2
2段目も完成でございます。うわ結構待って何層あるのこれ。いや足りんよ。まあまあまあやるだけやってみようかこれ。いや足りんけどなこれ。もうなっちゃったよ。もうなっちゃった。あ、待って、この上って枠可能性ある。カーペットかなんか敷いといてもいいか。ちょっと甘く見てたわ。足りるんかなこれ。一応持っていこうか。よーし、一旦このポタちゃん大作戦で、この作戦いいかもな。ポタちゃん大作戦、ここも終わってる。おーし、いっか、くらー、いこう。これでやれば問題ないっていうか、こんだけ苦労したんだからすごいすごいものができるに違いない。おーし、終わったぞー。時間内に終わらせる男、それがカズクラです。あとは、この上に巻くと大変なので、ここに、カーペットを敷いていきます。あ、綺麗にいった。綺麗。うわ、というわけで完成でございますね。これきた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 、カズクラ。ここをつなげてくだされば、はいはい、あー、してきた。はい、というわけで爆上がり、クリーパー生産爆上がりの、システム完成でございます。どうだろうどうだろう。うーわ、雲やば。雲は置いといて、はい、いや雲多すぎやろっていう。はい、ででででででで で雲の巻き潰しはしてんかったからな。うん。雲さんが喜んどるわ。うん。雲は置いといて、こうやって雲と、クリーパーさんだけになって、効率はさらに上がったんじゃないでしょうか。雲はいいんです。雲はいいもんができたわ。はーい、というわけで本日はこんなとこで終わらせていきます。TNT 祭り楽しみですね、年末の。というわけで、バイビー。